グループ補助金をめぐって口利きを行い、報酬を受け取った罪に問われている元県議の初公判が開かれ、元県議は起訴内容を否認しました。元県議の新田和弘被告は、2021年から一昨年にかけ、福島県沖地震で被災した企業を支援する補助金が交付されるよう、水産加工会社の依頼で県職員に働きかけ、見返りに、 現金50万円を受け取った罪に問われています仙台地裁で開かれた今日の初公判で新田被告は起訴内容を否認し弁護側は復興のために行った正当な政治活動だった見返りではなく政治献金として現金を受け取ったとして無罪を主張しました一方検察側は新田被告が業者に対し 県職員に働きかけたことを伝えた上で経費かかるから頼むねと見返りを求めていたと指摘しました。